ここの水門よく壊れ。あの大きな水。元気なのはいいけれど。すまないね、子供たちが。最近、東門で門番をしている。一部の門番の人たちがどうせ仕事が終わってから集ま…一部の門どうせ…最近、東門で門番をしている夫の帰りが遅いのよ。夜に見つけたら早く帰るよう伝えてくださる？今日はパパもママ…北平原におる羊たちは、羊の肉は好む。お庭を追って…綺麗な羽を。あら、今日は早く買い物を済ません。最近羊の肉が少いらっしゃい。どう、東の方にある崖に囲む。今夜の夕食、ここの商店街。欲しいものがたくさんあるんだ。はあ、この年になると買い物も一苦労ですわい。ここだけの話、商店街は他の門よりトラブルが起きにくいから基本的に暇なんだよな。こんにちは。今日も狩りですか？うん、ま、酒場はまだ開いてないみたいだな。いらっしゃい。また買いに。最近羊がなかなか。この村の特徴。この村あと。一休みしたら買い物を済まさないとの。いらっしゃい。いらっしゃい。毎度。南平原の隅っこに寄り道して、南平原の先にある
毎度。助かったよ。偶然の羊肉ブームでね。これ少ないけど取っといてくれ。あとポポルさんにもお礼を伝えておいてくれるかな。うん、伝えておくね。確かポポルさんは薬草を3つ欲しいって言ってたっけ。ヨナちゃんは元気なのかい？北平原には寄り道して今日も狩りかい。僕はお酒。魔物たちは日光に弱いようだ。最近は吹っ飛ばされた。子供は元気が。ねえねえ、これからお仕事。お兄ちゃん、ヨナちゃんのためだから。そういえば、日が…この広場すべてを…彼女のためにもやっぱりお金なんて。トナちゃん、
ここの水門よ。ここの水門よく壊れるんだよ。いくら直してもキリがなくて苦労させられてるよ。元気なのはあの大きな子供たち。最近一部の門番の人どうせ仕事。今日は北平原にお羊のに自分にも。あら鬼は綺麗な花。早く買い物を済ませないと。東の方に崖に。ここの酒場は、ま、いらっしゃい。ま、今夜の夕最近羊の肉が少し高いのよね。気性が荒くなってきたとかで狩りが難しくなってるみたいよ。最近羊。こんにちは。うん、あら調子はどう。この村の特徴。この村あと欲しいものがた。ふぅ、ここだけの話。いらっしゃい。ひとやす。いらっしゃい。毎度。はい、南平原の先寄り道。南平原の隅。狩りへ出る前にはちゃんと道具類を揃えることをおすすめするよ。また買いに来てくださいね。自分に借りまた。ここだけの話。早く買い。あら鬼は綺麗。いらっしゃい。どうも。最近羊東の方崖にか。今夜の夕食酒場はここの商店。いらっしゃ。また欲しいものがたくさんあるんだけど際限なく。最近この村のとこの村だけで。あと館長こんにちは。うん、人や
一休み。いらっしゃい。いらっしゃい。毎度。南平原よりみ南平原これから晩御飯の買い物に行く。北平原におる羊の最近さ一部のもどうせし今日は彼女のためやっぱりお金なんて元気なの。あのすま子供ここの水門そういえば最近は子供はねえねこれからお兄ヨナちゃんによる魔物たちは今日もか僕はおさ寄り道もポポ若いとむ昔の人はすごくて
ここの書物からは過去の素晴らしい。鍵がかかっ。羊の肉届けてきたよ。あと薬草を3つだったね。よかったわ。これで少しは食料不足も抑えられるでしょう。薬草も助かったわ。ありがとう。今日のお仕事はこれでおしまいです。お疲れ様。ヨナちゃんのためにも早く帰ってあげて。ありがとう。ヨナちゃんのためにも早く帰ってあげて。ありがとう。ヨナちゃんのためにも早く。ありがとう。鍵がかかっ。ポルさんに頼まれて本の整理をして。ここの書物からは。昔の人はすごくたくさん。お父さんもお母さんもお仕事でいつも忙しいの。ポポルさん、今日もポ。若いと無理をしがち。北平原にはロボット。最近は吹っ飛ばされた。この広場。また帰っ。いや、ちょっと自分にも。ここだけ。あら、お庭を綺麗。早く。東の方に崖に。最近羊。
まだまだ外に行かなくてもいいよね。酒場は今度寄って行ってくれよ。まだ外に。戦いに。昨日ポポルさんに月の涙の伝説を聞いたよ。月の涙？それ何？花の名前だよ。その花を見つけるとお金持ちになれるんだってさ。月の涙を見つけたらヨナの好きなものを何でもお腹いっぱい食べさせてあげる。ヨナ、病気が治るお薬が欲しいな。うん、どんな病気だって治す薬も買えるよ。ヨナ、どうかした？ううん、なんでもない。おやすみなさい。
じゃあ今日もポポルさんのところに行ってくるよ。今日はおとなしくしてるんだよ。Near Replicant version 1.22474487139. まだ外…まだ外に。酒場は。鍵がかっ今日も何か手伝えることありますか？あるにはあるんだけど、ちょっと大変なお仕事なのよ。大丈夫、任せて。本当に？北平原の橋が壊れているのは知っているかしら？うん、柱が腐って落ちちゃったんだよね。その橋を大工職人さんたちが修理していたんだけど、そこに運悪く魔物が現れたの。え？あんなところにも魔物が？ええ、曇っていたから魔物も活動できたみたい。そのうちの大工さんが一人大怪我しちゃったの。それでみんな身動きが取れなくて。僕が魔物を倒してきます。でも危ないわ。大丈夫、僕は剣の腕だって鍛えてるから。村の誰にも負けないくらい強いんです。昨日だって村の入り口にいた魔物を倒したんだ。そう、
本当に大丈夫なの？任せといて。無理を言ってごめんなさい。無理を。寄り道して。また。酒場。酒場は。なるといいな。
り。またか。Near sound friends note of near current tro zero hit hit cut the mat words weapons collect village jack hit hit a tr- skirt pr- a dirge for the soul hidden trophy tro near